皆様こんにちは。今日も裏ラボを見に来てくださってどうもありがとうございます。またちょっとの時間ですけど、私のおしゃべりにお付き合いください。最近皆様いかがですか？私はご覧の通り夏満喫中でこの配信はきっと夏じゃないんですけど、まだ今はちょっと夏中かな。半袖着てきちゃってたすいません今日もこのライブ配信ではなく裏ラボの録画配信させていただいております。そしてこの時間を設けたということは、何かお知らせがあるんじゃない？そう、うすうす感じていらっしゃると思いますが、姫路さんはまたウェアを発売します。ちっちゃい拍手。いや、私はすごく嬉しいんですよ。皆さんがもう戸惑っちゃって、もうついてこれてないんじゃないかっていうすごい心配があるんですけど、いいの、買わないで、もうもう無理しないでこれはたくさんのウェアを発表して、私がもうこんなんがいいんじゃない、こんなんがいいんじゃないか、止まらないから、こんなのが着たいこれで頑張るっていう、もう止まらない溢れる思いを聞いていただいて、その中で皆様がさ、きっとこうズキュンってくる一枚があると思うの、いずれ。それをね、お手元に置いていただいたらと思うわけで、これはショッピング TV ではございません。今回はもう買ってくださいの TV ではございませんので、私こんなのを作っていただいたんですっていう、近況を報告いたしたいので、よろしくお付き合いください。この前も、ずいぶん前ですけど、ウェア紹介させていただきました。もう覚えていただいてますでしょうか。トリコロールカラーのが、アクティブ系な感じと、そしてロイヤルシリーズがエレガントな感じを振り返っていただきまして、そのこう2パターンをね、どっちも捨てがたい。私がスポーティーなかっこいいのも欲しいんですけど、こう綺麗なおとなしい感じも欲しいっていう、両方をいつもランクシーカーさんに聞いていただいて、今回も新しいウェア2枚ご紹介したいと思います。まず1つ目、じゃじゃーん、こちらスポーティーなシリーズといたしまして、名前は決まってないまだ決まってないの、ごめんね。みんなに決めていただくこともできないライブ配信でもなくて、ちょっと待ってもしくはこう発売する時にはもう決まってるので、もしくはもう決まってるかな。現在はまだ決まってないんですけれども、このようなウェアを作っていただきました。どう？なんかね、なんだろう、色がその赤青、トリコロールカラーとシリーズ化してるので、そういうイメージなんですけど、この模様がね、なんだろうね、これね、なんか夜のスポットライトを浴びた木のようにも見えるし、花焼きのようにも見えるし、こうちょっと煙っぽい、こう湧き出るような風にも見えるし、またほら、キャンバスにさ、なんかポン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 、絵の具でさ、ポン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 ってしたやつ時なかった？図工の時間に、なんかあんな感じにも見えるのよね。こちらちょっと黒い、黒というか、黒かな、深い色の中に浮き出る感じがシックでスポーティー。今年の下半期もこちらのウェアでまた頑張りますので、見守っていてくださいね。そしてもう一つは、そのエレガントな方をイメージしていただいたこちら、じゃじゃーん、めっちゃキレくない？なにこれ、動いてる？ユニフォームのデザインがなんか流れてるような、すごい綺麗なんだけど、めっちゃ綺麗くない？グラフィックこちらも、ウェアの名前は現在、現段階、Now、 私の Now、 半袖の Now の時はちょっと決まってないんですけど、発売時には決まっていると思います。
もうね、なんかずっと見てられる。マーブル模様といえばそうなんだけど、こう水の中に絵の具を垂らしてこうやったみたいな、あのマニキュアとかのさ、よく動画で見るやん、水の中にこう絵が浮かんでてこうチポってやるやつみたいな。何柄って言えなくてごめんねなんか宇宙っぽいというか、空っぽいというか、水面っぽいというか、素敵、言い表せないけど超素敵。ぜひこちらもご検討いただけたらと思います。このウェアでやっぱりね、優勝した時のウェアってめっちゃ思い入れ深くなるんですよね。なんであのお客様からチャレンジ前に、今日ウェア何着るのって聞かれた時に、あの V31 ウェアとかV32 ウェアとか言うんですよみんなってなるんですけど、私の中ではそのやっぱり優勝したウェア感がすごいあるので、皆さんにとってもそんなウェアになると嬉しいです。この2枚のウェアを着てまた年末まで猛ダッシュで駆け抜けますからね。みんなついてきてね。今日もご視聴ありがとうございました。なんか YouTuber っぽくない？バイバーイ。